今年8月、静岡市葵区モロコ沢で発生した地滑りの現場を静岡市の対策委員会が現地調査しました。今年8月、静岡市葵区モロコ沢ではおよそ 1.5 キロにわたり大規模な地滑りが発生し、その後も崩落した土砂の移動が確認されました。昨日、静岡市の対策委員会の委員らが初めて現地を訪れ、崩落の規模や地質、土砂の堆積状況などを確認しました。静岡市の対策委員会は現地調査の結果をもとに今後の対策を検討する方針です。